アンドレイ・アレクサンドロビチクズネツオフは、ロシア・トゥーラ出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス39位、ダブルス137位。ATP ツアーでの優勝は、まだない。身長185センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ジュニア時代には2009年ウィンブルドン選手権のジュニア、男子シングルス部門でも優勝がある。 2010年ウィンブルドン選手権でグランドスラム初出場を果たす。2013年全豪オープンでは1回戦で、第11シードのフアンモナコに7-6、6から1、6から1で勝利し、グランドスラム初勝利を果たす。2014年ウィンブルドン選手権では2回戦で、世界ランク7位のダビド・フェレールに6から7、6から0、3から6、6から3、6から2で破り、 グランドスラム3回戦に初めて進出した。2016年全豪オープンでは4回戦に進出。4回戦でガエルモンフィスに敗れた。3月のマイアミオープンでは2回戦で、世界ランク4位のスタン・ワウリンカを4から6、3から6で破るなど、4回戦まで進出した。2017年、ソフィアオープンダブルスでは、ミハイル・エルギンと組んで、ツアーで、 初めて決勝に進出するも、ビクトルトロイ付き、ネナドジモニッチ組に敗れ準優勝。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 レッドイコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。